昇進探査されたらまた鐘の音一つ入れますから、この音を聞いて位置の観察を続けていってください。位置の観察の時には昇進探査のチェックをしながら、今ここ息、今ここ息というマントラを唱え続けて、そのマントラが単なるですね唱えごとに終わらないように、今ここ息という一つ一つの単語が自分自身にとって意味を持つように響かせていくこと、それが大切ですね。ただ単に今ここ行き、今ここ行きと唱えてもですね、その今という今が自分に響いてこなければ何にもなりませんし、ここと言った時にですね、過去でも未来でも他のことでもないんだという意味でのここと自分にきちんと響いてこないといけないわけです。そして行きと言ったなら、吸っている行き、吐いている行き、その観察から離れないという実際の行法とこの言葉がですね結びついていなければ意味がないわけです。さて今度は息のレベルでの手段ですね。息に関しては皆さんヨーガのアーサナの他にプラナーヤーマやってきていますし、もうここでは息の観察を毎回毎回やっているわけですから、そういう意味ではすでにまあ、自分自身において起こしている善と言えるでしょうね。皆さんのプラナーヤーマの行が、あるいはアーナーパーナサティ呼吸瞑想法の行がですね、すでに息の善、起こっている善と言えるでしょうね。それをさらに高め深めていくわけですから、例えば今日皆さんに今ここ息というマントラを提示しましたが、それをヒントにしてですね、自分で息の観察を深めていくというような工夫をされていくならば、それは息の善を増大していくこと、すでに起こっている善、それを増長させることになるわけですから、プラナーヤーマとか、あるいはアーナーパーナサティとかを深めていくことが息のレベルでの手段になるでしょうね。それから風通しの良さというようなことも時々言ってますが、風通しがいいという表現にはいろんなことが含まれてくると思いますね。まあ、本当に風通しがいいとなると、例えばですね、部屋を閉め切っておいて、まあ、何日間かそのように閉め切っておいてごらんなさい。そして外から入っていったならば、空気がよどんでいるのがわかりますね。それに反して、まあ、朝起きたならですね、寝室とかあるいは居間とか、まあ、窓を開けてですね、新鮮な空気を入れますと、なんとなく気持ちがよろしいですね。ですから自分の家の風通しを良くするということでは、まあ、空気の、まあ、新陳代謝みたいなものですね、それを常に心がけることが大事です。例えばまだ蒸し暑いですから、今日も僕たちここでクーラー入れてますが、クーラー入れたら気持ちいいというのはですね、空気がその新陳代謝しているというのとは関係ない気温の問題ですね、温度の問題ですね。これずっと部屋閉め切ったまま、このままですね、クーラーずっと入れたままにしておいたらですね、やはり僕らここにおりますんで、何人かの人間が、空気はよどんでいくと思いますね。そういう意味ではクーラー止めて、例えば窓を開け放って外の空気を入れて、でそういうことをまあ、長時間ここにいるとしたら繰り返していかないと空気は濁ってくるわけですね。ですからやはり風通しの良さということは機械的なものに頼っていたのではダメで、窓を開け放つということが一番基本になると思いますね。風通しの良さということについて考えますと、あれこれ問題が広がっていくと思うんです。例えば
現代社会においては都会に家が密集してますね。まあ大きなマンションとか、例えば大阪や東京に行ってごらんなさい。建物と建物の間のスペースがまあないと言ったらオーバーな表現ですが、本当にない場合があるわけですね。まあそのようにもうびっしりと家が、あるいは建物が建っていっているわけです。それに反して、例えば僕らいる平瀬の方ですね、あるいは下川の方、特に平瀬の方は、まあ、家が隣り合っているということはないんです。必ず何メートルか離れてるんですね、あるいは何十メートルかですね。ポツンポツンと、まあ、家が点在していると言ったらいいでしょうか。ですから非常に風通しがよろしいですね。そういう意味では田舎の人の知恵と言いますかね、あまりお互いにその覗き合わなくても済むような感覚で家を後から来た人が建てていったんだと思いますね。そしてまた後から入ってきた人が家を建てるときには、あれこれ、まあ、あんまり近くに来られたりしたら嫌うっていうようなことをさりげなく表現するもんですから、後から来る人もその嫌われるという感情を考慮してですね、控えめに家を建てていったんじゃないかと思うんですね。まあ、そのようにしたからこそ風通しのいい、まあ、平瀬あたりで昔から70-80世帯、江戸時代の終わりから 70-80世帯だそうなんです。聞いてみたら人数の出入りはあっても世帯数はそれぐらいだそうです。ということはその面積に対してこれぐらいの家が望ましいというベストの形でずっと100何十年来てるらしいんですね。まあそういうことを考えるとですね、都会の空間というのはとても貧弱ですね。皆さんが将来的にですね、どこかにまあ引っ越していくときにはそういう空間を考えて、自分もいいし相手の人にも迷惑をかけないという距離ですね、それを見極めて住まいを建てられたらいいと思いますね。まあそれができない場合にはですね、とにかく自分の家の風通しを良くするということですね。それから自分の部屋なら部屋で物をごちゃごちゃしておきますと風通しが悪い、今度は気持ちの上で風通しが悪いですね。ですから整理整頓しておくということも精神的な風通しの良さにつながると思いますから、なるべく自分の持ち物をですねきちんと整理しておくということが精神的な風通しの良さにもつながっていくと思いますね。風通しの良さということについて話しますとキリがないですが、まあ、最後に五感、目、耳、鼻、舌、皮膚とかの五感ですね、それはいわば人間の窓なんですね。ですから窓をあまり大きく開きすぎるとですね、外で強い風が吹くと自分の部屋の中の書類が飛び散ったり乱れますね。ですから外において外界において変化が激しい時には自分の五感の窓を小さくするということが大事です。つまり目をあまり外に向けないということです。向けすぎると自分を失ってしまいます。風がピューピュー入ってくると部屋の中、つまり皆さんの心の中が混乱してしまいますね。今度は締め切りすぎるとよどんできますね。自分の心を固くなに締めるとですね、その中で、まあ、自分が苦しくなっていくわけです。ですから外が穏やかな時には、あるいはちょっとぐらい涼しい風が吹いているというぐらいの時には開けてですね、風通しを良くしないといけないんです。五感の窓を開いてですね、外もよく見てみないといけないわけです。出て行ったり外からの情報を入れたり、五感の窓を通してですね、皆さんの心と外界、つまり自分と他の世界、自他の交流をほどほどに保って風通しを良くしておくということが大事なわけですね。今言ったようなことをヒントにされてですね、生きにおける手段、風通しの良さということについて自分で今行っている善、それをさらに高め深めていくというふうにされていったらいいかと。プラナーヤーマ、それから住宅環境、そして五感を通じての内外の交流、そのようなことですね。そこにおいて手段、善を高め深めていくということです。では次息を吐く段になりましたなら、また腰、背中、首、頭の力抜いて、足も一本ずつ伸ばしていって、前かがみになって、まず腰のあたりを緩めてください。はい、それからシャバーサナに入っていってください。
息の観察を忘れないようにして、シャバーサナ、自分で決まったならば今ここ息ということを行が姿勢においても続けていってください。